この前は本当に楽しかったね。またみんなで探検しに行こうよ。はい。また行きたいです。次こそはみんなでダイヤモンドカメレオンを見られるといいね、ムニー。本当に見たのよ。あれは間違いなく幻の珍獣だったわ。でも、一緒にいたレイは見てないんだよね。すみません。 ムニさんのことにすっかり気を取られてしまっていてむにちゃんどんな見た目だったか思い出せるそれはライトを当てた瞬間ピカッと光ったからよく見えなくて石か何かに反射しただけじゃないの石が逃げるわけないでしょえっと確かこんな感じだったわ。 何このドラゴンみたいな牙と爪。炎を吐きそうですね。しょうがないでしょ私にはこう見えたんだから私はムニちゃんを信じるよ早速パパに報告しよう報告って、今電話するのうん善は急げって言うしね もしもし、パパ聞いて聞いて。私たちダイヤモンドカメレオンを見つけたんだ。ムニちゃんが絵も描いてくれたから送るね。世紀の大発見だよ。ん何のことって、パパのノートに書いてあった幻の珍獣のことだけど。え、あそ、そうなんだ。あは、はははは。わかった。ありがとう。 どうかしたのリンクえっとあのノートねパパが書いたんじゃなくて知らない人が送ってきたノートだったらしくて知らない方がですかうんそれでパパも一応取っては置いたんだけど研究対象にはならないってつまりそれってえっと そ、そんなわけないじゃない私は見たの幻の人獣は存在するのよムニちゃんいや、でも。よし、こうなったら。私、もう一度あの秘境へ行って、今度こそ証拠を持ってくるわさすがムニちゃん私も行くよアイモトリンク探検隊、再出発 二人とも落ち着いてほらレイも早く止めて分かりました2人ともちょっと待ってください次はちゃんと証拠を残せるようにカメラさんと照明さんも手配しましょうあそれよ教えてくれてありがとうレイそういうことじゃなーい後ろ穴ゲームズ